はいそれでは使用する材料はこちらですまず糸のご紹介からですけれどもこれはカッペリーニというセリアさんで購入しました糸になります。これはカラー,ナンバーが19番 アクリルグラム玉のメートルで使用のかぎ針は6号から7 5号の指定になってます6本の引き揃いのとで編むアクリルの毛糸今までにない極ふわの柔らかさということでこうアクリル100%なんですけどすごく柔らかい感じの糸になってます、はい、でその他に使用するのがまあダンスマーカーでとじ針ですねで かぎ針は6号針 3.5mm を使用して編んでいきたいと思います。はい、それでは6号針 3.5mm これを使用して編んでいこうと思います。で、糸端はまあ、糸処理できるぐらいに残していただいてここからですね。鎖を32目編んで、それからスタートしていこうと思います。 はい。鎖は32目編んできました。長さを測ってみるとですね、と端から端まで約22センチぐらいですかね。それぐらいの長さになってます。はい。では、ここから中長編みを編んでいこうかなと思います。はい。それでは中長編みを編んでいくんですけど、まず鎖を1つ立ち上げて編んでいこうと思います。で、2目目の鎖の裏山ですね。 こここのととろに中長編みを編みみをれていいいきたいと思います。まず中長編みなのでかけて2目目の裏山ここに入れますちょっと6本6本揃えた糸なのでこう1本でも割れるとおかしくなっちゃうのでここからはまあ丁寧な感じで入れていきたいと思いますで引き出します で今3本かかってると思うんですけどこれをまたかけて一気に引き抜きますでこれが一目目なんですよという目印ですねその段数マーカーをつけておきますこれをつけといた方がすごく分かりやすいのでつける方がいいかなと思いますはい編めたらその次かけて次の裏山このポコっとしている裏山に入れますでかけ 引き出してきて、3本をかけて、一気に引き抜く。かけて、次。入れて、かけて、引き出す。で、かけて、引き抜く。これで中長編みが3目編めました。こんな感じで、中長編みを最後の目まで編みれていきたいと思います。 はい、最後の目まで編み入れてきました。そしたらですね、次2段目に行きたいと思います。はい、それでは2段目です。また鎖を1つ立ち上げて、裏を向けたいと思います。で、今度編み入れていくのは、このループあると思うんですね。この上半目と下半目の鎖。その上のこの1つ1本かけれるところ。ここだったら、この上1本。 隣だっっったらこの上1本上1本本ててをを引っ掛けて中長身を編んでいいいきたいと思いますでこっちにも見えてるんですけれどもこのくるっと向けたこの上ですねここの、えー、ループ1本ループというか上半目ですねそれを1本拾って中長編みを編み入れていきたいと思います。まず中長編みなのでかけて最初の目のこの上半目に入れて引き出します。 で、3本かかってるのをまたかけて一気に引き抜く。で、また折り返した時にちょっとわかりづらくなると思うので、ここのところをですね、つけておくとかなりわかりやすいです。はい。では次の目もかけて、上半目。ここを拾って引き出す。で、かけて引き抜く。こんな調子で、 最後の目まで編んでいきたいと思います。はい、ここが最後の目になります。最後の目も編み入れて、これで二段目の終了になります。はい、それでは三段目です。鎖をまず一つ立ち上げて裏を向けます。で、もう同様にここの鎖 この上半目を拾ってずっと編み入れていきます。でもずっと上の段同じですね。鎖が見える上半目をかけてから入れて引き出して中長編みを編みます。はい。で必ずこれをつけといた方がすごくわかりやすいので、段数マーカーをつけておきます。 そしたらもう上の段全部同じように上半身を拾って編むかけて上半身を拾って編むって感じで中長身をずっと編み入れていきます。で、これ6本の糸で引き揃えでなってるような糸なので1本だけでもピッとはみ出てるとすごく 気になっちゃったりするのでちょっと確かめながらの方がいいかもしれませんちょっと行ってまあパッと裏を見たりとかして一本はみ出てないかなっていうのを確かめた方がいいかなと思います一段終わって裏見てあ、ここ出てるって思った時にまた引き返して編むのがすごくめんどくさいので気にならない方はいらっしゃらないと思うのでちょっとこうやってして編んでちょっとパッと見るだけでいいので見てもらって でやっっていいいいいた方がいいかなとはは思います、はい、で以前にですねちょっと編んだのがあってこんな感じで編もうかなと思って今回ちょっと考えてるんですけどこれがちょうどいい感じのこの首の周りなんですね。あんまりきつくもなく緩くもなくって感じでいい感じなのでこれぐらいの長さにしようかなと思ってます。でセンチを測ってみると大体ですね 測ってみると2 7ンチの2倍なので5 4ンチプラスちょっとここの厚みの分があるので5 6ンチぐらいは編まなきゃいけないかなと思うんですけれども、まあ、それくらいを目安にちょっとこのままずっとですね段数を編んでいこうかなと思います。はい、53段編んで,きましたで大きさを測ってみたいと思います。 まず縦がから測ると1 9 5セチで横幅がずっといくと5 1センチぐらいの長さになってます。でここからですねと今これまだついたままなんですけどこれを1回輪っかにしたいと思います。で輪っかかにしてからちょっと糸処理 んと最初から編めてたら多分1箇所ぐらいしか糸処理するとこないと思うんですけど私は <laughs> ちょっと間違えたとことかあるので,でちょっと数箇所あるのでその糸処理をしてから下の方を編んでいこうかなと思いますはいそれでは一番最初編み入れるところはまずはここになります一番右ですよねそれとこっちの鎖の下はめこっちは上はめです これを引っ掛けて引き抜いてでここにもう一本かかってるのループをもう一回引き抜きます。これで1つできたんですけどその次がここです。このところ。でこっちも下半目に入れてこれで引き抜き編みをしていきます。 で次となりこことここここのところを引き抜き編みをするっていう感じで端まで下半目と上半目ですねを引き抜き編みで端まで編んでいこうと思います。 はい、最後までですね。ここのところを引き抜き編みをして置いてきました。で、まあこんな感じでダンスマーカーつけてるんですけれども、これはまあ抜けないためにしてあります。で、まだついてるので、またこっちをぐるっと編んでいきたいと思うので、今こんな感じでダンスマーカーはつけてあります。はいで、次は糸処理をしていくんですけど、この一番最初に。 糸処理を分残したところですねそれとあと1箇所を繋いだところあると思うんですよ二玉目にいった時とかで私はちょっといろいろ試作を前にした時の残りの糸から始めたので数箇所ですねちょっとやるところがあるんですけれどもここのところを糸処理してでは次のところに移っていこうと思うのでまずここですねここのところとか糸処理していきたいと思います。 はいそれでは糸処理をしていくんですけど私はこっちを表にというか見えるようにしたいと思いますであの付けた時にくしゅってするのもいいし折り返して使ってもいいと思うんですけど折り返した時にこっちが見えるようにしたいのでこんな感じですねこっちがえー、っとこう見えるようにこんな感じにしたいと思いますなのでこっちが裏なのでこういった感じで 糸処理をしていこうと思いますこう折り曲げてこうまずはこうするんですけれども濃くシャッとして使ってもいいしこう折り曲げて使う時にこれを見せたいんですよねなのでこっちが表でこっちが裏っていう風にしたいのでわかりますかねこっちの方に糸,糸処理をしていこうと思いますまずご自分でお好きな方向にしてみてください私はそういった感じでしようかなと思うのでこっちですね このポコッと見えてる方向に糸処理をしていこうと思います。でとじ針に通してもらって適当なところらへんをちょっと一回こう端をこう入れてちょっとくぐらせます。でここのところがやっぱピッてなってるんですよね。ん、えっと適度なところにずっと。 と入れてって一目戻ってからですね、この中の方にシュッシュッシュッと入れておこうと思います。で渡らしてちょっとなじませてからハサミでちょっきりキワをカットします。 反対反対というかここのところも一箇所キュッと結んであるだけです。 はい、中の方も糸処理をしてきました。私はこっちが中になるんですよね。この最初にと引き抜き編みをしたところがこっちに見えてるんですけど、こっちが中。で、こっちがまあ外というか、こうなってるところが外になってます。で、折り返した時に、こっちをこう折り返すんですけど、その時にこれが見えるような感じになってるので、これが中。こっちが外になってます。 で次ここのところを編んでいくんですけれどもと今から編んでいく模様編みっていうのが3の倍数プラス1目でなっていくんですね。でえっとまあ、段数によっては多分ご自,自分の段数で多分いろいろと違うかもしれないので目安的には3の倍数プラス1でやってみてください。 はい。では、まずは一周はですね、細編みを編んでいこうと思います。はい。それでは編んでいこうと思います。まず鎖を一つ立ち上げます。で、立ち上げたこのところのすぐ隣に穴があるので、まずはここに一つ細編みを編み入れます。で、段数マーカーを目印につけておきます。で、次から編み入れるっていうのが、 この横横1本の線ですね。ここに編み入れこ編みここに編み入れていこうと思います。横横1本の線っていうのはここですね。こういったところで、こういったところ。ここここ。こ,こで、横にこう1本1本当たってると思うんですよ。1本ずつ線が。 ここに一つずつこういうとこですね編み入れていこうと思いますこういうとことかですねうん、こういうとこに編み入れていこうと思ってますねここはあの鎖一つ立ち上げたとこだしその横っていうと中長編みのこの足のところになるんですね鎖を一つ立ち上げたところ えっと、中長編みの足っていう感じになるので、それを目安でもいいかなと思います。まずは、この隣に一つ。細編みを編み入れる。で、次、この隣に編み入れる。で、次、ここですよね。穴が開いてるって言ったら、ここしかないので、こことか、こういうところ。で、もう一つ、こんなところ。 でここだったらここでもいいしこの奥に1本あるんでこっちの方を取った方がいいかなと思いますちょっと説明がすごく下手くそで分かりづらいかもしれないんですけれどもどういったらいいのかとりあえずあの1本引っ掛けれるところしかわからないので足とそれから鎖を1つ立ち上げたところがあると思うのでそういうところに入れていっていただけたらいいかなと思います はい。では、これでぐるっと編んでいきます。はい。ぐるっと編んできました。で、ここのところが私は今83目になってます。で、3の倍数プラス2でいけるので、なので、ここのところが83目。っていうことは、84目か、 84名プラス2の86名か87名プラス2の89名かがもう最適な数なんですよね。で、ここのところを交差するようにしたいんですよ。こう交差。なので、84名、ここ84名目になると思うので、この手前を取っていきます。ここの手前のこのところですね。こういったところ。84名プラス2だと86名。 になるので84まあここの1本85次86目って言うとここまでしか空きがないんですよねこんな感じでもちょっとちっちゃいかなと思うのでこれでも良かったらこんな感じですで87目ということは89目になるので8486ですよね今。 で、87、で、その隣、88、で、その隣、ちょっとここら辺かな、89、89目でこんな感じです。なので、89目で行こうと思います。はい、こういった感じの、こう重なってるところ、で、こうした時に、 ちょっとここがこうピローンとピローンとっていうかこう重なったなんて言ってるいいんですかねこっちの分とこっちの分のここの分が重なった感じがあってこうスリットになるような感じにしようと思うのでそこがまたね可愛くなるんじゃないかなと思います。なので私は87目プラス2の89目でここ終わるようになりました。 で、ご自分のこう目数がなんか違うなと思っても、ここで調節したりできるので、目数がどうのとか入れてるところがちょっとあの違うなと、私と違うなと思っても全然 OK です。大丈夫です。はい3の倍数プラス2で目数を決めていただいたら OK なので、こんな感じでですね、次ここ終わって、この上、模様編みを編んでいこうと思います。はい、それでは2段目に行きたいと思います。まずは鎖を1つ。 立ち上げて裏を向けますで、最初の細編みのところは細編みをまず編み入れますでもしもここのところ折り返してきてわからなければ細編みの頭にナスマーカーをつけてみてくださいで、3目で一模様ということはこの3目で一模様になりますで、常に2目目の真ん中のところに模様編みを編んでいくのでまず右から 2つ目ですよね。1、2目目のところのところに細編みを1つ。で、鎖を2つ付けます。で、同じところの穴にもう一回入れて、で、細編みを1目。これをずっと繰り返し編んでいきます。1、2、2目目のところに細編み、鎖が2つ。で、同じ穴に入れて細編みを1つ。 12目目のところに細編み鎖が2つでまた細編みはい、こんな感じでぐるっと最後まで編んでいきたいと思いますはいここからずっと端まで編んできましたであともう2目ここ残ってるんですけれどもここと123この3目で一模様で真ん中に今これ模様編みを編んでるのであともう一目 残ってると思いますでここのところに最後は細編みを編んでこれで1段目終了になりますはいそれでは続いて2段目ですまず鎖を一つ立ち上げて表を向けますで向けたら細編みだったところにはまた同じように細編みを一目編み入れますでわからなければこ,このところに段数マーカーをつけておくと 編んできたとにかかりやすいかなと思います。いいな思まで、つけたらですねこの模様編みの真ん中に鎖を2つ作ったところがあると思うんですけど今度はここにスポッと入れて細編みで鎖が2つでまた同じとこに入れてこんな感じで細編みを編みます。でまた同じようにこの鎖を2目編んだ模様編みの真ん中ここに入れて 細編み鎖が2つ付けてでまた。細編み。模様編みの真ん中の鎖のところに入れて、細編み鎖が2目で細編み。こんな感じでぐるっと編んでいきます。でもその上からも全く同じなので、2段目同様にこうだん。だんと段を重ねていって。 で,それでまあ自分の好きなな長さです、ね、にしていただい,たらいいいいたただらかなと思いますでこれ3玉目に入ってるんですけどすごくまだ編み始めたばっかりでいっぱいあるので、まあ、これは全部は使うことはないかなとは思うんですけれどもちょっとあの自分のまあ首の長さというか好きな長さですねそこまでご自分で好きなように編んでみてください。はい、ではここから編んでいきたいと思います。 はい1段目から10段目まで模様編みを編んできましたでこれぐらいになっていて高さ的にはとこっちから測ると7センチぐらいですかね7センチもない感じ6.5センチかそれぐらいになってますで一度自分でかぶってもらってそれで結構 下まで行くと思うんですよね。ここのところも高さがあるので、こうくしゅっとしたら結構下まで行くと思うんですよ。これがあるので、まあちょっとこんな感じで被れると思うんですけれども、二つ折りにすると、まあ余裕が、余裕というかここのところは結構余裕があるような感じになるんですけど、くしゅっとした時に結構下の方まで行くのもアレなので、ここで やめておこうと思います実はこれぐらい残ってるんですけれどもまだ全然あと何段もいけると思うんですが10段でやめておこうかなと思います。はい、でここのところをですね糸処理もしたいのでカットしてでスルスルっと抜きまして私はいつもこの細編みのところにまた入れてこう後ろに出します。 こんな感じでシュッと後ろに出してこ,このところをキュッと締めるとここで閉まるのでこれで糸処理をしていこうと思います。 はい。全部糸処理もして、これで完成になりました。で、大きさだけ最後に測っていきたいと思います。横幅がだいたいですけれども、まあ、29センチちょいですね。で、縦が24.5センチの高さになってます。はい。で、2way でご使用できると思うので、こんな感じで折って、まず、 着用できるのと寒かったらこうですねここのところ結構クシュッとすると首の下から、うん、顎の下からクシュッとなってすごくあったかいのでこの2パターンが着用で使用できるんじゃないかなと思います。でここのところがスリットが入っているのであの首の肩のところらへんですよね。そこまで入ってもこう もたつきがないとかシュッとこうできるような感じになっていてすごく着用も便利うんじゃないかなと思いますはい今回はこんな感じのネックウォーマー編んでみましたはい今回の動画はいかがだったでしょうか高評価それからチャンネル登録をまだの方は是非よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございましたさよなら